DJ 太郎がお届けです。J.WaveHello World。ここからは番組独自の視点で世の中の今を追っかけます。夜のトレンド研究所サイバーラボのお時間。今週は、ヒトリップのすすめ。ゴールデンウィー,ーク直前、皆さん予定立ってますか今年は一人旅に出てみてはいかがでしょうか。レディヒトリッパー代表、シュプール編集長の福井由美子さんに、ヒトリップの魅力、そしておすすめヒトリッププランをご紹介いただきます。この ヒトリップという言葉はですね、一人旅のことをもっとポップに可愛らしく言い換えたいと、福井編集長が考えた言葉で、集営者の商標登録にもなっているということなんですね。そんなヒトリップの生みの親で、なんと海外旅行を300回以上、そのうち200回はヒトリップというですね、福井編集長によりますヒトリップの勧すすめ。初日の今夜は魅力と心へのお話です。それでは編集長お願いします。 ハローワールドを聴きの皆さん、DJ 太郎さん、こんばんは。レディー・ストリッパー代表、シュプール編集長の福井由美子です。えっとです、ね、ヒトリップを初めてしたのは25年くらい前なんですけれども、最初に香港にすごいハマって、 で香港に通うようになったんですけれど最初のうちはあの友達と2人で出かけてました結構半年に1回ぐらい香港に行くようになっていてその度に一緒に行く友達を探すのが結構大変で,である時もうどうにもこうにも一緒に行く友達がいなくなっちゃってでもすごい行きたかったので一人で行っちゃったんですねちょっと自分ではあの初めての海外一人旅だったんでドキドキしてたんですけど空港に着いて一歩外に出た途端に ちょっと待ってこれこれから何するどうするっていう相談誰にもしなくていいんだっていうことに気づいて一人旅ってなんて自由なんだろうと思ってその瞬間からもうあのスキップしてあの街の中に出て行っちゃったのが最初の,あの1リっプのエピソードです。えっ、ー、とですねをするようになって、えー、とまず考えたことはですねやっぱりセキュリティ面。 ですね、泊まる宿がちゃんと安全なエリアにあるかどうかで宿のレベル自体も、えー、と安全な宿かどうかあと,、えー、と夜遅く出歩いて大丈夫な街なのかどうか。 っていうあのその辺の下調べをすごくすることと、あと私あの自分で、えっと自論で海外旅行に行くときはガイドブック最低三冊は読めっていうのがあるんですね。でガイドブックによって書いてある情報が違ったり、えっと間違ってるガイドブックがあったりもするので三冊読み込むことで大体頭に入るんですよ街がで町中で地図を広げないっていうのもあって えと広げてるともうああのカモだなって思われちゃうのでそういうこともえっ、ー、と気をつけてますとにかく一人で歩いてる自分が観光客として悪目立ちしてないかどうかっていうのを気をつけてます。福井編集長ありがとうございましたね一人旅に欠かせないアイテムはスマホということでございましてまあ確かにあとガイドブックですかオペ、えー、ラに広げてるとね。 なんかかこうやっぱカモにに見えますよね確かにで海外の人はねそんなにガイドブック開かないんですよ。日本の人は中国とかアジア県の人はやっぱりガイドブックたくさん持ってるんでそういうふうに見られちゃうっていうのはあるかもしれませんけどね。まあでも一人旅の気軽さって分かりますどんなに気が合う友達と一緒に行ってもその瞬間にあのこれがしたいこれが見たいこれが食べたいこれが買いたいとか。 いうのちょっっと違ったりすするんですよね合わせなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか,そうだか途中からあのじゃあ別々行動ねみたいなだ2時間後にここにもう一回帰ってこようとだったら一人で行くっていうのもあり <laughs> といえばありですよね。<laughs> はい、さあそして、えー 万が一の時に備えて、まあ、そのスマホをですね、えー、持っている際に、まめに LINE を送ってですね、周りの人に旅行中の足取りをお知らせするのはもちろん、ご飯を待っている時に場を持たせるのにもぴったりというようなお話なんですね。はい。例えば、まあ、でなんか日記書くわけでもないけど、昨日どうしてたかなとか、この時間帯何やってたかなとか、そういう,こうログにもなりますからね。はい。ということで、今週のサイバーラボは。 えーあえー、どうする、どこ行くという相談を誰にもしなくてもとにかく自由なのが、まあ、いいこの一、えー、リップなんですけどもう一つあのお話があるんですね、そのお話を、えー、編集長にお願いしたいと思います、すみません、どうぞえーとこれ、最近なんですけれど圧倒的に、えー、とスマホですね。 あのスマホが普及する前は、えー、と結構一人旅の途中でもしさらわれちゃったりしたらどうしようみたいなのがあって割とまめにあのいろんな友達に絵はがき出したりしてたんですけど今はとにかくスマホでやたらめったら LINE メールしてますで今どこそこに来たとかなんだかんだっていう普段はそんなまめに LINE メールしないのにすごい後で私が行方不明になった時にいやこ,この時間にここにいたっていう LINE が来てるよっていうふうにあの分かってもらえるようにすごいやたらとメール してます。と一人旅で一番問題になるのがご飯の時っていうのが実はあるんですけれども、まず、えー、アジアの場合屋台があるので全然心配いりません。一人で食べてる人いっぱいいます。で、えー、続いておすすめはカフェ。その次にあのー、ちょっとした食堂的なレストランになるんですが、そんな時も今スマホがあるんで場が持つんですね。あのー、食事が出てくるのを待ってる間スマホをいじればオッケー問題ないって感じなので。 あの全然一人でもご飯ってエンジョイできますよヒトリップをするとですね自分って自分で何でもできるんだなってことがすごくよくわかるんですねっていう意味で特に女性の方にはヒトリップを体験していただきたいなと思いますで私としては男性よりも女性の方がヒトリップには向いていますあのいろんな異文化に対して柔軟性がすごく女性の方があるのでそういう意味ではあの女子の皆さんぜひヒトリップあのトライしてみて 欲しいいなと思いますここだね、スマホを持ってった方がいいっていうね、えー、旅行になると持ってかないっていう人いますかなんか連絡あのかかってくるのが嫌だとかね、えー、でも意外とほら、あの場所をこう地図で確認したりとか、こういうと旅こそ旅先でね、やっぱ役立つアイテムなんだなって思う場面、非常に多いんですよね、はいえー、自分がどこで何してたとか、フェイスブックでもツイッターでもいいと思うんですけどね。 友達に LINE するのでこんなに送ってこなくていいとかって言われたりとかね、えー、されるかもしれませんから、えー、つぶやいて、まあ、自分がどういう状態にあるっていうのを、えーまあ、知らせておくと、えーまあ、安心だというのもあったりします、はい。ということで、今週のサイバーラボー、えー、レディ・ヒトリッパー代表シュプール編集長の福井由美子さんにヒトリップのす,すめを教えていただいております。現在発売中のシュプール5月号の 特集です、えー、東京ホテル手帳ではホテル G 面でもあります編集長のお気に入りリストも紹介されています。ぜひチェックしてみてください。明日からはですね、おすすめ1リッププランのお話です。どうぞお楽しみに。